ました。花が咲くところまでご紹介したと思うんですけれども、もうね、このぐらいのサイズになるとついに実がなりました。もうね、ここまで来たらかと思いきや、実はこの段階でアクシデントが一つあったので、こちらはちょっと別の機会に挿入をお招きしてお伝えしたいと思います。本日はですね、タイトルの通り第3回目の大掛かりな誘引作業になります。今日の撮影のために髪切った師匠、やる気を感じます。ちょっと考えてきて、僕の前でそれ言います。もう断然使わない。頭皮年齢は絶対僕の方が上ですから。本日もよろしくお願いします。お願いします。井上は久々だな。何ヶ月ぶりだ。メンバーに入っていなかった。今日満を持してきました。よろしくお願いします。この話で後で花に来てくれなかった。はい。ほんで今日はが、ここでアクシデントで、なんとですね、この時期にしては珍しい気温30度超え、ハウスの中が暑すぎて、なんと撮影用のカメラが落ちるというアクシデントに見舞われまして、師匠の作業内容が撮影できずでした。すいません。というわけで、こういう時は頼りになる農業部広報大輔、彼の作業指導から再開したいと思います。どうぞご覧ください。今日はここで右ずらしの誘引を今日始めます。やり方としては、今ある紐をあげるんですけど、これを右にどんどんずらしていきます。なんでかは師匠が教えてくれます。これ全部こうやって右に、こっちは右か、右回りで木が倒れていきますね。はい、やり方としては、いや、ここでいい。一回全部外します。で、これは紐を外して、次に付けます。これ付けるとき注意なんですよ。こうやって素直にまっすぐ向いてればいいんですけど、たまに曲がってるのがあるんで、それ無理やりやると折れちゃうんで、それに注意しながら軽く右に気持ち体重を傾けるような感じでつけていきます。あとつける時の注意として、この身の下は絶対 NG です。これずれた時に怖がって折れちゃうことがあるんで、なんでつけるなら葉っぱのところでとか、ある程度気持ちを生かしながら、結構特にこの葉っぱが絡んでるから、こういうのをつけると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 こういう感じですね。おーね、これをどんどんここにずらしていきます。右に右にだね。ハンドの右ですね。じゃあやっていきましょうか。はい、お願いします。じゃあ犬の一番、はい、右側をよろしく。じゃあ大輔、そっからだ。今日みんな暑いから体調管理気をつけてね。湿度も高いから体感30度余裕で超えてるんだ。ハウスやるときいつも暑いですね。そうなんだよ、今日に限ってたよね。そうなんですけどね、気持ちはいいですけど。そうそうそう、葉っぱのっていうか身の裏に来るような感じで糸を回していく、染めやすい。中にはぐっと曲がんないやつあるでしょ。はい、それはもう木のそれでいいからさ、はい、動くやつと結構簡単に戻ろうとするのがあるから、はい、無理しなくていいんで、その紐通りにやってもらえれば自然に重みがかかって回ってくるんです。やっぱこの作業も結構落ちちゃうことあります？あります。その時はまあやっぱりテープ、まあビニールテープ。あ特に追記が割れやすいんだよね。追加とこから割れちゃう。おっしゃってましたもんね、うん、でもそれを恐れてたんじゃ何もできないから、うん、
まあ、この段階でやってから少しは木も馴染んでくれると思います。もう慣れた。早いっす。夢中になれるっていうのがいいっすね。だから早く綱島の工場長やれよ。大きなポジションで。そう。夢中になれるんですか、ね、夢中になれると思うよ。検討してきます。農家だからすごいっすね。この延々とやるんすよね。ね。今花が3段目まで咲いてんじゃん。これが6段目まで咲くと1段目が収穫できるらしい。あー咲いた、うん、あっという間になるんですねきっとね。3段目ってことはこの倍伸びるってことですよ、ね、だ相当倒すんだろうね。角度をつけるんだろうね。初めてやる、うん、YSCC のオミートシアですって棒読みで言ってた頃が懐かしいな。えもうね1ヶ月ぐらい前ですね。そうだね。そんな前なの、うん、早いっすね。ねえ。トマトもこんなんだったんですよね。うん。相当収穫ほんと早く来ねえかな。楽しみですね。お疲れ様です。隣責任重大だよ。ビフォアが撮影してやる。これですか。うん、やばい。頑張ります。これ上だけビッと引っ張ってクリップの位置だけずらせばいいじゃんって一緒に言ったら、そうじゃなくてこの実のなってる位置と挟んでる位置とのバランスを取らなきゃいけないんだ。だって上をさピッとずらして、で下のハサミの位置をピッとずらした方がよっぽど早いじゃん。それじゃダメなんだって。それでなんか花に絡まないように、花の成長を邪魔しないように、というところで皆様、師匠から聞き逃せない言葉が一つあったの覚えていらっしゃいます？今日はまあ切れたっても取らないでね。はい、今日は取らなくていいんで、そのまま。まあ今日はこうしてね、芽かきをするなっていう指示が出たんだけど、それの理由がこれです。前回飯田さんが切ったんですよ。ビデオ判定の結果そうだったね。いや絶対飯田さんでしたね。成長点なくなっちゃったんで、勢いがいいやつから選んでいく。飯田さん次回はちゃんと決めます。ちなみにこれだけじゃなくて、まさきのやったこの列、これ2つ先のこいつもないから、これに関しては脇芽もまだ出てきてないんだよ。そんなにこれだっていうのがこれだね。この可愛いのだね。だから次からまさきのことを再出発製造機と呼ぼう。いやいいじゃないですか。社内でも心折れたやつが出たらまさきに預けよう。じゃあ次回はよろしくお願いしますね。そんなわけで脇芽の成長も追ってご連絡いたします。以上、広報の大輔でした。ありがとうございました。まあこれ分かんないっすよね。うん、まあ俺たちのやつだって勢いで切っちゃうけどなと思ったら頼んだけど。ありますか。じゃあその優しいお言葉を頭ちょぎったやつに伝えておきます。でこんなの普通にやりますか。大丈夫です師匠、本当に申し訳ございません。頼りにしております。まもなく終わるぞ。締めの挨拶の言葉考えておけよ。任せてください。さあラスト。完成。何の拍手なんだろう。
お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。今までで一番作業時間のかかった。今まででね、本当に一番大掛かりで一番時間がかかりました。そしてね、弟子、これはもうね、師匠の判断で、大人数を一度に一人で見るのは無理、そしてやっぱり素人には見分けが難しい、まあ、そういった判断をしていただきまして、まずは今回の動画でも大活躍をしております大輔が、清作師匠から徹底指導を受けてですね、指導員が2名になったら4名で作業、4名になったら8名で作業、こんな形で進めていこうじゃないかというふうな決断を下しております。ただね、僕とまさきに招集がかかるのはいつになりますかね。まあ僕はカメラマンで行きますけども、まあ松田大輔頑張ってな。というわけで僕が行っているのは全自動ビニールハウスホワイトフィールド、果たしてこの農場で無事収穫ができるのか、続きが気になる方ぜひチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。以上、臼杵社長でした。ではまた。